永田正一、1906年1月21日から1985年10月24日は、日本の実業家、映画プロデューサー、プロ野球オーナー、バッシュ。昭和初期から後期、1930年代後半から1980年代前半に活動。大英社長として、羅生門などを制作。プロ野球パリーグの初代総裁。大変相互な語り口から、永田ラッパの愛称でも知られた。京都府京都市中京区三条通り、油小路下がるで生まれた。父、永田義太郎、母、君の長男。生家は、千両と友禅の問屋であった。父は、熊本県の阿蘇出身、母は、東京出身。正一が3つぐらいの時から家運が傾き始めた。工場が火事になったり、女中と小僧が金を持って駆け落ちしたりで転落に拍車をかけた。やむなく両親は同じ中京区の御池通上泉延長に小さい家を建てて引っ越し、商売を縮小したのだが、父が友人の借金の保証をして破産の浮き目を見ることになった。それで再び転居し、同じ町内で新しく借家住まいの境外になった。満13歳。小学校卒業と同時に、星雲の志を抱いて上京した。当時東京証券交換所で常務をしていた親戚を頼って小僧にしてくれと言ったが、小僧になるのにも中学くらいの学歴が必要だった。そこで、補欠試験を受けて、大倉商業、現、東京経済大学に入った。しかし、学業半ばで父が47歳をもって、脳出血で突如急死したために、両親健在のうちに、永田家を復興させたいという念願は挫折し、その失意も手伝ってか、大倉商業を4年で中退した。1923年9月1日、関東大震災が発生した。永田は、青年団の一員として、生理によく働いた。その月の18日には避難民を送る長崎丸に、便乗を許されて、神戸に行き、京都に帰ることができた。青年多感の永田は、英雄主義的な気持ちから次第に、社会主義にかぶれていった。それゆえに特攻に絶えず尾行されたにもかかわらず、いろいろなデモや集会に参加した。一時は、京都のヤクザ、千本組、公民党事件の荒虎千本組はその流れを組むに、席を置いた。永田によれば、私の仲間に二条駅で貨物の荷役を請け負っていた千本組の元締め、笹井三左衛門の息子の末三郎というのがいた。この笹井というのは、京都でも10番目ぐらいの多額納税者で、一部の子分はともかく、親父そのものは決してヤクザではない。という。永田は、警察官に夜となく、昼となく尾行される身の上になっていき、これを嘆いた母からは、父の位牌を、膝の前にして折檻され、家を追放された。家を追われた永田は、牧野兄弟との縁から1925年、日本活動写真、現、日活京都撮影所に入所し、映画人としての道を歩む。無声映画時代の映画のロケ現場は、見物客からおひねりが飛び交い、それ自体が興行のようなものだった。永田はこのおひねりを拾い集め、撮影仲間と、女郎屋へ繰り出すという毎日だったという。駆け出しの永田は、便利屋として働き、持ち前の雄弁さと、人をそらさぬ、社交術で、藤村義郎や浅岡忍、望月圭介らに可愛がられ、政界への足場を築く。戦後、河野一郎や岸信介との交流から、一時政界のフィクサーとなっていた時期があった。特に軽食法改正で閣内が分裂した際に、当時の岸首相が王の万木に対してされたとする政権禅譲の密約を交わした際に、萩原義太郎、児玉義夫と共に立会人になったとされている。1934年、日活を退社して第一映画社を創立し、自前のスタジオにて映画を制作している。1936年、同社が解散する際には、従業員を前に泣きながら解散の弁を語ったとされる。その後は、松竹の大家武次郎のチェグを得て、俳優たちを引き連れて大家が経営する新興キネマの京都撮影所長となるのが表の履歴である。しかし、竹中勉の聞き書き荒巻一代によると撮影所所長の職は第一映画社を解散する前に約束されており、そもそも第一映画社の投下資本は松竹の出資であったとしている。大家の実弟である白井慎太郎、新興キネマをバックにつけて日活の分裂に動いた永田がそのまま大家の傘の下に入ったとしており、引き抜きや労務管理の汚れ仕事を受け持つ別動隊であったと暴露している。永田の泣きの芝居の一週間前には東宝から金を引き出していた日活の堀久作常務、当時、後に社長が逮捕され、日活と東宝の提携が調印後、壊されている。何もかも日活配給網を縁とする松竹の野望から始まり、小林十三、阪急阪神東宝グループ創業者の大東宝構想との衝突が根本にあったとされる。1942年、政府の干渉で映画会社が統合される際に、業界を東宝ブロックと松竹ブロックに二分する動きがあるのを察知すると、当局に掛け合って、新興キネマと日活を軸とした第三勢力による統合を認めさせ、大日本映画制作、大映の成立に成功。この立案をした情報局第5部の第2課長に贈賄をしたという噂は当時から残っている。成立と同時に作家の菊池博を同社社長に担ぎ出し、自らは専務に就任。1947年には社長となる。翌年1月公職追放となるが、間もなく追放解除となり、社長に復帰した。社員をすべて縁故で固め、その息子や親戚を採用し、自らをカリスマ化した。映画の企画もすべて永田の意見で決められた。監督の森一生は、企画をいくら出しても一本も通らなかった。しまいには、芸者に聞いたら、こんなもんあかん言うたと言われた。と述懐している。こうした、公私混同とは別に、大映の企画副部長を務めた、奥田久は、功罪のうちの功として、永田が他社に先駆けて1947年頃に、定年60年制を独断で採用したことを挙げている、他の映画会社は、現在も定年55年制である。1951年、口述する様に、個人所有していた、競走馬時の実が10戦全勝で東京優駿日本ダービーを優勝する。その3ヶ月後には、羅生門がベネツィア国際映画祭グランプリアカデミー外国語映画賞を受賞。このように大きな栄誉がそれぞれ永田と大映作品にあった、この1951年こそが若い頃の酷苦を乗り越え、やがて強運をつかんで上り詰めた。永田の人生の絶頂点であったと見る向きもある。その一方では、時の実が東京優駿からわずか半月後に急死してしまうというアクシデントも起きていた。とはいえ、この羅生門の受賞を契機としてその後も、源氏物語、雨月物語、地獄門等の国際的に名声を得た大作を手掛ける一方、日本初の70ミリ映画、釈迦も手掛けた。地獄門では企画会議で全社員が反対する中、そんなら俺一人でやる。と強引に制作。その結果、カンヌ国際映画祭でグランプリを取っており、アカデミー外国語映画賞も受賞。アカデミー賞受賞式に出席し、オスカー像を代表して受け取った。一方、多数の証言が一致する点では、永田は羅生門では制作立案の段階で無関心であった。グランプリ受賞の方に狂気乱舞する新聞記者たちに、で、グランプリってのはどのくらいすごいんだと聞き直したが、その後は自分の功績を並べ立てた。黒沢へ顕彰の証を渡さず、大映本社に飾った永田に対して、当時の教区は、黒沢明はグランプリ、永田正一はシランプリと揶揄している。1954年には菊池博賞を受賞した。大映全盛期には異例の5割配当を行うなど、自身の手掛ける作品には絶対の自信を持ち、それこプロ野球以外の副業にはほとんど関心を示さなかった。映画の制作、配給は言っても興行はほとんど既存の地方興行主に任せており、直営の映画館は皆無に近かった。東宝の小林十三も、君はグランプリプロデューサーだから、興行みたいなちまちましたことはせずに制作すれば、必ず僕のところで上映しようと言ったとされる。1953年には、松竹、東宝、東映、新東宝に呼びかけ5社協定締結を主導。各映画会社に所属する技術者や俳優の他社への出演を原則禁止した。5社協定は1954年に戦前の映画制作を再開させた日活への対抗策として発足したが、1958年にその日活も加わってテレビ業界への対抗策と化した悪名高き6社協定に発展する。1961年に新東宝が倒産して5社協定に戻る。後に、この協定に絡み、大映の看板スターだった山本藤子や富谷二郎が永田との確執から大映を退社し、丸井太郎はガス自殺した。その一方で、日本テレビ創立の際に出資し、フジテレビには親会社の一角として経営に参加していたものの、あまりテレビには関心を示さなかった。このような状況で、永田ラッパと呼ばれた、ワンマンな放漫経営の弊害は年を追うごとに色濃くなってきたが、極端なワンマン経営及びその性格ゆえに、周囲から永田に還元できる人物もおらず、1960年代半ばからの日本映画界の急激な斜陽と不振の中で、ほとんど制作本位で、対策主義だった大映は自利品に追い込まれてゆく。その中にあって、長谷川一夫の引退、上記の山本、民谷の解雇、勝新太郎の独立、養女の永田雅子と結婚させていわば娘婿の関係にあった市川雷蔵の願子、1969年、大型新人スター不在といった問題が重く、のしかかり、ついに1971年12月23日に、東京地方裁判所より破産宣告を受け、倒産。それでも、永田は1976年に永田プロダクションを設立。同年、永田の後を継ぐことを狙っていた、徳間康義の徳間書店の子会社となって映画制作に復帰していた、大映作品の映画、君よ憤怒の川を渡れに、プロデューサーとして参加することで映画界に復帰した。熱心な日蓮宗信者としても知られ、晩年には、よろずや金之助、初代中村金之助主演で映画日蓮を制作した。1947年末、アメリカ視察旅行から帰国した永田は、大映作品のアメリカ市場進出のためには、自らがアメリカにおいても名の通った存在でなくてはならないことを痛感。当時、アメリカで尊敬される名誉職の一つが、プロ野球オーナーであり、またもともと野球好きであったことから、永田もプロ野球チームを持つことを決意する。これを永田に吹き込んだのは、永田と夫人同士が姉妹だった側近の武田和義。1948年、中日ドラゴンズの赤嶺正志球団代表を慕っていた選手、赤嶺一派が脱退し、行くところがなく、赤嶺と小林継夫、横沢三郎の2位が小西徳郎に話を持ち込み、小林、小西の仲介で、赤嶺一派と大英球団を組織した。小西の証言では、永田は川口松太郎を通じて小西に会い、小西の仲介で永田のメインブレイン、大麻忠夫を間に入れて赤嶺正志と永田をつなげたと話している。間もなく国民野球連盟に所属していた大塚幸之助経営の大塚アスレチックスを買収。この大塚幸之助は後に金星スターズのオーナーとなり、本業の洋傘製造業者、大塚製作所が倒産した後も、永田のブレーンであり続けた。1948年1月、東急フライヤーズと合同して QA フライヤーズを名乗るが、同年12月、別途金星スターズを買収して、大英スターズを結成。以降、本来は副業として、球団経営に携わっていたのが次第に、プロ野球も本業となり、ついに1953年、昭和28年パシフィックリーグ、パリーグの総裁に就任。高橋ユニオンズの結成による8球団制の採用や、その高橋と大英の合併を契機とする6、球団制への再編成と、いずれも、球界再編成の主役となった。その後、大英は1957年に、高橋を九州合併し、大英ユニオンズになった後、1958年から、毎日オリオンズと対等合併して、大毎オリオンズとなった。この時は、毎日新聞社との共同経営ではあったが、オーナーに就任し、大毎のネーミングも自らつけた。その2年後の1960年、大毎がパリーグを制し、日本シリーズで三原治が監督の太陽ホエールズと対戦した時、采配をめぐって、監督の西本幸雄と意見が衝突。全評判に反し大毎は、ストレート負けを喫したため、西本と電話で口論となり、永田がバカ野郎と言ったことをきっかけに、西本は退任した。詳細は、西本幸雄大毎監督辞任を参照。このシーズン終了後に毎日新聞社より、全面的に、球団経営を委譲され、名実ともに、オーナーとなる。永田ラッパはここでも、高らかに吹き鳴らされる。自らの映画会社のスターと同じ名前だからと、長谷川和夫という名の選手を入団させたり、短距離走選手として、オリンピック出場経験のある、飯島秀夫を代走専門選手として採用したりした。だが、小山正明と山内和弘の正規のトレードを実現させた実績はあったものの、総じてチーム強化に大きく結びついたとは言い難く、合わせてベンチに電話をかけ、監督の能人渡るに選手交代を指示するなど現場への介入も多かったため批判も受けた。一方、時には市川雷蔵などの大英のスターたちを連れながら足しげく観戦に訪れる永田はファンから愛され、オリオンズが勝った試合後に永田の出待ちをし、永田の姿が見えると拍手を送るファンもいた。また、東京スタジアム、後述のオーナー室に作った神棚に、チームに向けてのお祈りを欠かさなかったなど、選手を思う気持ちも並々ならぬものがあった。成田文雄は、あの人ぐらい僕らのことを思ってくれている人はいないと思うと語っている。1962年には私財を投じて、東京都荒川区南千住に、プロ野球専用球場、東京スタジアムを建設。その開場セレモニーでは観客に対し、今後この、日本の代表的球場を愛されんことをお願いいたしますと語りかけた。しかしその後、東京球場はチームの不調も重なり、不入りで不採算が続き、読売ジャイアンツ、巨人、セントラルリーグ所属の球団のオーナー、正力松太郎がこの事態を見かねて、巨人にも東京スタジアムを使わせてほしいと救いの手を差し伸べたものの、永田はセリーグ、とりわけ巨人の世話になるのはごめんだと、これを堅くなに拒んだ。開場以来、東京近辺に本拠地を置く、セリーグ球団のうち国鉄スワローズと太陽、本拠地は川崎市には東京スタジアムでの主催試合の開催を許可していたが、巨人には最後まで許可を出さなかった。しかし、現在、観客の入り退場に対する利便性を図った設計や、当時の後楽園球場にも劣らなかった各種設備などにおいて東京スタジアムの先駆性は再評価されている。1969年、ついに経営難で盟友、岸信介の仲介によりロッテをスポンサーにつけたロッテオリオンズが翌1970年パリーグ優勝を東京スタジアムで決めた時、永田はグラウンドに乱入した観客たちの手により永田さんおめでとうの喝采とともに優勝監督や主君選手よりも前に胴上げされ、永田は号泣しながら宙を舞った。その後も観客たちは選手を片端から胴上げして回った。しかしその歓喜の瞬間からわずか3ヶ月後の1971年1月、大英の経営再建に専念するため、球団を正式にロッテへ譲渡と同時にオーナー職を中村長吉に譲ることとなった。無念のうちに球界を去ることになった永田は記者会見で以下のように語った。ここまで語り、永田は絶句した。永田が球界を去った3年後の1974年、ロッテはパリーグを制し、中日ドラゴンズとの日本シリーズに臨んだ。ロッテのホーム初戦となる第3戦、後楽園球場のスタンドに、選手や球団に招きに応じ、長田が姿を現した。長田が野球場に足を踏み入れたのは、ロッテのオーナー職を退いて、以来初めてのことであった。グラウンドには、長田時代を知るロッテ選手だけでなく、中日側にも、与那嶺要、近藤貞夫といった、オリオンズ在籍経験のある者、指導者たちが姿を見せていた。長田はその光景を見て、まるで息子たちが試合をしているような気がするとつぶやいたという。ロッテはシリーズを4勝2敗で制し、日本一を達成した。1985年10月24日、急性肺炎のため死去した。享年79、1988年、野球殿堂入りを果たした。1934年にサラブレッドを購入し、競走馬の馬主となる。長田と競馬との縁はこの時を好使とする。10戦無敗で、皐月賞、東京優駿、日本ダービーを制し2冠を達成したが、破傷風にかかり、悲劇の最後を遂げた、時の実の馬主でもある。時のとは、馬主でもあった、菊池寛の冠名であり、菊池寛の夢が実るという意味で改名されたもの、デビュー戦の馬名は、パーフェクトと言われている。後年、時の実をモデルにした、幻の馬という映画も制作している。他にも、名品栗富士の3区で、桜花賞、優駿牝馬の2冠を勝った山一や、ダービー馬ラッキールーラの母トースト、天皇賞馬大手門なども長田所有だった。勝負服は緑地に、黒3本輪で、長田が、競馬から手を引いてからはしばらく使われなかったが、現在は、グリーンファームの勝負服として登録されている。これは、グリーンファームが、長田の遺族に、市の、かつての勝負服を使わせてほしいと申し出て、遺族が承諾したという経緯がある。長田が熱心な日蓮宗信者であることは、有名であるが、これは母、君の影響によるものである。君は、家業の友禅染問屋が急激に傾いたことを機に、日蓮宗に入信。身延山への100回詣を願掛けし、毎年山に登り続けた姿を見続けることとなる。後年になって、人一倍雑念的存在であるわしが、首相にも、信仰の道に入ったのは、すべて母の信仰心に負うものなんじゃと語っている。1952年から1953年頃からは12月31日になると、身延山の七面山に入り、元旦会のおこもりをしていたという。長田全盛期には、元旦会や節分会になると、長谷川和夫や時津風理事長等を従えて、来山していたという。1958年には、映画、日蓮と蒙古大襲来の制作に関わっている。晩年の20年ほどは、新都総代となる。失火によって消失した酒楼を、ほぼ独力の寄付により再建するほか、様々な施設の寄付に関わっている。また、君の銅像を境内に建立しているが、霊場の鹿母総本山への個人をモデルとした銅像建立は異例である。企業関連映画関連、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。